皆さんこんにちは。今回のパーソナリティを務めますザキオカこと岡崎敦です。よろしくお願いします。同じくパーソナリティを務めるザッキーこと田崎浩二です。よろしくお願いします。ザッキーか。ザッキーだよ。ああ知らない人かと思って。え、嘘。ザッキーか。うん、確認したよ。よかった。今日何しに来たの？ああ、いやね、今回パーソナリティはコーナー担当2人でやるんだよ。知らなかったの？知らない。え、だって声優いつも2人でやってるじゃん。そうだね、うん、いつも2人だね。でしょ？1人でやってるの見たことないでしょ？そうだね、見たことないね。でしょ？いやでもさ、1人でやりたいな。いややっぱり1人でやりたいな。ザキさん。はい。え、そんな落ち込まないの？まあ出来が良ければさ、またコーナー担当、じゃあパーソナリティやらせてもらえるかもしれない。マジで？マジ？マジで？うん、頑張っちゃうよ。お、頑張ろう。よし、じゃあ早速始めっか。お、じゃあ行くよ。あ、ショービネット TV 声優チャンネル、声優。ここにボタンがあるじゃろ。うん。このボタンを押すとな、今回のゲストが出てくるんじゃ。すごい。ポチッとな。本当に出てきた。1年 C クラス石塚補佐な、ゲストだ。私には人にはない力が使える。見せてやろう。手品じゃないかな。手品じゃな。この人どうやって戻すの？おう、それはの、ここのボタンをもう一度押せば勝手に戻るんじゃ。3月12日スタジオブーカ中間発表がある。お前たち来い。お入りください。帰ったの？なんか忘れてったよ。え、声優。